これは、勤めている運送会社での体験談です。会社は、運送だけでなく、貸し倉庫業での、お客様の荷物の管理もしています。大きな倉庫が数個あり、その中の一つの倉庫が、出ると有名なのです。作業していると、業務用エレベーターに、黒い影が、出入りしていたり、ボタンを押していないのに、エレベーターが、動くという目撃が、 多いのです。以前、このエレベーターでは、作業員が首から下げていたネームホルダーが、エレベーターに引っかかっているのに気がつかず、エレベーターを閉めて上に上げてしまい、首が閉まるという事故があったのです。とても真面目な作業員だったので、私たちベテランは怖いとは思いません。あいつはまだ頑張ってるんだ、なんて思っていますが、 この事故を知らない作業員たちには、ただの幽霊でしかないのでしょう。私は定年の月日が来たらいなくなるんだろうと思っています。それではチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。その他のお話もぜひ聞いてみてください。